県警察本部が行った訓練は震度6強の地震が発生した想定で高速道路や国道、信号機に異常がないかを確認します。これまでは通報をもとに被害を把握してきましたが、自ら現場に出向いて被害を把握することに変更。幹線道路の信号機など優先度が高い場所で被害が発生した場合はバッテリーを持ち込んで復旧させるなど、いち早い対応につなげます。県警察本部は道路を管理する国や県などとも連携して災害に備えることにしています。